物語第24回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジョーハルヒコです目のとの恋結婚したすぐ翌年放炎4年には時子はもう身ごもっていた見てもわかる体をしていた妻に異常を訴えられた時 清盛は率直に喜べもしない孫ついたような顔色を見せた。なぜかたった一遍、六畳裏の遊びと寝たことなどが嫌な解雇の陰影になって、突然21歳で父を宣告された男の自責を一人脅かされた。お嬉しくはないんですのそれは嬉しいさ。けれど、我が家は部門だから男の子ならよいがな。 言わなければ妻へ悪いような気持ちで清盛は慌てて言った。高級のカレー三千人、三千の長愛一心にあり、金屋、険になって、京として夜に辞し玉楼縁、やんで、ようて、春に和す、姉妹提携、定携皆、土に列す。哀れむべし、交際、文庫に少ず。 ついに天下父母の心をして男を産むをおもんぜず女を産むをおもんぜしむ白楽天が幻想皇帝と楊貴人の成就をうたった長言歌の一節はそのまま我が平安朝の貴族心理を言っているような趣がある藤原氏の間では女子が生まれてやがてその女子が天筆の美玉ならば 天皇上皇の妃や女子ともなり、一族三皇の鋭意に並び、真にして皇室の外宮ともあがめられることはままある習いなので、身ごもった婦人が産屋に入れば、当主の氏神たる春日の屋代へ使いを立てて、陽気比にも勝る美人を馬しめまえと祈る者が多いとか。 清盛も話には聞いているが、彼にそんな祈りはないし、もっと一義的な愛情すらも持とうとしても湧いてこない。やがて冬になって、それは11月の大雪の降り積もっていたある朝のこと、彼女の深く垂れ込めていた産屋の貴重の影から個々の声が上がった。この朝生まれ出た男の子が、 後、平家の夜盛りには、灯籠の音どとも、小松ナイフとも言われた、平将国の嫡男、平の重盛であったが、時にまだ二十一歳の若い父親は、うぶやを守る人々から、お着男でいらっしゃいますよ。玉のような和子様でいらっしゃいます、と、ことほがれても、今とうぶやの間をまごまごして何かいたたまれなかった。じじい、馬を出せ、馬を。 家付きの老頭のうち、木之助、家貞や幾人かは、清盛について、この水薬師の方へ移っていた。家貞はすぐ駒寄せに立ち現れ、若殿、お嬉しゅうございましょうず。ほっとしたよ。なんだか、ほっとしただけだ。早速、う娘すながみへ、お礼もお出に。いや、何より先に、今出川へだ。じじ、この大雪だ。お前は留守しておれ。 清盛は門の内から乗って出た。すると、例の大藪道のあたりで、あんじゃ人、あんじゃ人と後ろから呼ぶものがある。妻の弟の時忠だった。そこまで送ってあげよう。竹が倒れているからね。時忠は一人がてんに清盛の先をかけた。雪の重さに道へ倒れている竹が多い。時忠は木立ちを抜いてパンと切った。 切ってはのけ、切ってはのけ、うさぎのように先へ飛んでいく。そして得意そうに清盛を振り向いた。ありがとう、もういいぞ。末恐ろしい小家じゃの基地と敏昇さを、今朝も清盛は彼の小さい姿に見、そしてふと、生まれ出た今朝の我が子はとかすかに父らしい思いの目を抱いた。そうだ、今朝の子は、確かに俺が時子に生ませたものだ。 確かに俺の。都の屋根も都をめぐる北山東山も目の限り白い雪の道を彼の一揆は何でそんなに心せわしく行くのかと人に怪しまれるほど急いでいた。やがて今出川の門に着き父忠盛の前にかしこまって「生まれました男の子が!と」とやや息を弾ませて告げていた。 生まれたたか、とただ森は言った明らかにまぶたの内が潤んでいたそれを見て清盛もじーんと目の底を熱くした父ならぬ人を父以上にも慕って何やら不思議な救援のこれからも続いていくであろう人間の果てなき血の鎖を過去から未来へかけてぼんやり眺め合っているような二人の朝であった。 わずかここ両三年の間だけでも何か大きな社会事変というとそのほとんどが旧門の火災と武力を持つ相談の貿易であった主なものだけを年表から拾ってみても「2月9日興福寺の僧と7004人春日親睦を報じて豪訴に呪落3日にわたり落内騒動す放炎三年」 2月23日、鴨の社神達、神宮寺の斎藤など消失す。2月24日、二条東野党院の代理炎上。4月29日、御城寺の僧と別当全人坊を焼き打ちして逃走長きにわたる。11月24日、土門の仮公居炎上。以上、放炎4年。 翌年3月9日、幸福寺の僧と別棟留学坊を焼く。11月9日、幸福寺の僧と再び別棟留学と戦う。12月2日、厳石の城源のためよしを奈良に走って、留学の東洋を捕らえ死む。以上5年。翌年正月23日、岩清水の宮に大火あり、 法規ことごとく消防。五月五日、大山、加シ箱崎の僧と新人ら、太財府の民家数千を焼く。五月二十五日、延暦寺の僧と恩城寺を焼く。これに類する小事件や各地の軍刀沙汰などはおよそ想像がつこう。人心の不安はなお言うまでもない。相談は戦っている。 金門や石関家の門へ豪祖に押しかけるばかりでなく、相談同士でも戦っている。惜しみもなく、道東や僧帽を焼き打ちし合っている。けれど、焼けるそばから、鳥羽三相島の建立も成就し、昇降明院や聖少寺は建てられ、天皇の臨行、上皇の御行など、その都度、宝材は三下とまかれて、今を末法などと疑う者はいない。 まさに仏教の繁盛は南菩提樹林の熱帯の国から大東大陸を経て今や四季の国歌の国のここ日本の地に移り裂いて乱漫たる浄土天国が権限されているようにさえ目には見えもするのであったかつは皇室にも御啓事が多かった皇太子重人がお生まれになった お若い須徳帝には早くも父となられたのであるところが帝の父鳥羽上皇もまた長期藤原徳子との間に巫子成人の誕生を見られた上皇のご意志で皇太子重人は親王に置かれ成人親王を立てて皇太子とされた当然須徳のお心は安らかでない もっと複雑でおつらいのは体験門院の皇太后としてのお立場だった。こうした宮中の動きも微妙、社会情勢も多事、総じて世上はなんとなく騒がしいものがあったので、鳥羽上皇は一二度ならず、今出川の忠盛のもとへ密かなお使いを立てられて、出資せよ、顔を見せよと促された。 忠盛が再度隠蔽に使え始めたのは孫の重盛が生まれたその年であった。翌年には官位も五位の行部の所有に挙げられ、子息清盛にも召喚の内示があるなど、久しい貧乏兵士にもこのところ吉事が続いた。すべて上皇の御意志に出ていることは言うまでもない。苦行たちも今度は沈黙しているかに見えた。 しかしそれは陰性な用意の空間であったと見える。やがて彼らは、忠盛の思考を理面から暴き立てて意外な事実を表面化し出した。それは、忠盛の恋であった。忠盛に隠し妻があったという耳新しい取り沙汰である。と言っても、苦行たち自身、世々に通う愛人や隠し妻は皆持っている。 一人忠盛にのみ恋をとがめる筋合いはないだが問題は恋にではなく相手方の女性にあるというのだ苦行たちの見るところゆゆしい日がごとであり必ずや上皇の逆鱗に触れひいては忠盛の使命を訳すであろうとしてがぜん院中に噂を立てた世に男はなくもある前に巣駄目殿を恋の相手に選ぶとは 物好きな女将もあればあるものかな。いや、ただ森とて歌の真似読みぐらいはする男。ただ、あの顔してどんな恋い歌など。人は見かけによらぬという俗言もあれば、さは言えぬものじゃ。こう言えば誰しもこれには興味を持つ。ほう、菅目殿の相手とは一体どこの女将か。当然聞きたがらずにいなかった。 たちまち女将の素性も伝わった。逮夫当の宗金の娘、名は有子と。それなら誰も知っていた。以前、鳥羽院の局にいた女房の一人だからである。が、今思い合わせると、遠藤森党の追分騒ぎがあって、忠盛が身を引いたあの頃から、有子もいつの間にか糸とまを取って院の局に姿は見なくなっていた。 ところがその有子は近頃一宮の目の戸に召されているという。一宮とは、ス徳の第一の御子、重人のことである。本来皇太子でおわすべきを、上皇と美福門院の御中に生まれた成人が東宮の位に疲れたため、親王にとどめられているお方だった。 父天皇のお気持ちとしても、宮廷側のすべての目からも、生まれながらの不遇に封じ込められた恩命にそれが眺められて、おいじらしいことではある、むごいなされ方ではあると、院へ向かって口にも出せないだけに、皆春なき氷の谷間にも似て恨みを閉じている一宮であった。なんぞはからん。 ただ森が隠し妻とは一の宮の乳とのであろうとは、院の御内事も代理へつつ抜けに知れるはずよ。これが上皇のお耳に入らぬわけもない。問題は微妙である。悪く解釈すれば、いくらでも結びつく複雑なものが平常に院と代理の間には複在している。ところが上皇には、二人の恋をもう数年も前に知っておられたらしく、 そのことかと意図古めかしい過去を思い出されるようにおことらはただ森の風流を今ごろ知って取り沙汰するかとかえって左右の人々の「う」を笑われた人々は意外な思いをしたしかし上皇がそれをご存じなわけは当然であった 上皇ご自身は女房たちの壺へも自由にお立ち入りされているし、またかつて女房たちの間に次のような出来事もあったからである。ある朝、長壺の一つの入り口に男持ちの扇が落ちていた。扇の妻から月が大きく書いてあるものだった。それを拾った女房たちは面白がって、他の壺の女房たちの間を見せ回った挙句。 これは、日子より漏れいった月影やら、月の行方もおぼつかな、と、扇の落ちていた部屋の小女房をからかった。言葉を変えて言えば、さあおっしゃい、見つけましたよ。この月の扇の持ち主は誰ですかと責めたのである。小女房は顔をあからめたまま、 袖の陰に身をかずき隠してうつぶしたが女房たちがせめて聞かないので開始に歌を書いて示した「雲いよりただ森きたる月なればおぼろげにては岩じとぞ思う」この子女房が有子であった「院のつぼねへ上皇が渡られた時ふとこの話をお耳にされたものだった上皇にはその時 月は何者かなどと難しゅうとがめ立てるものではない「さは騒ぐな」と女房たちに口止めされてりこの歌の開しもそのままお持ち帰りになってしまった次回は「調言休」。 です